사막에서는좀벗어났는데어좀낫다초록색보니까ずるい。どうしたの、セナ。ゆうべ、ずっと考えてたの。ランツたちばっかずるい。ずるいって？だってそうでしょ？インタリンクしても主導権はあっちだよ。私、見てるだけだもん。ああ、そういうずるいね。ミオちゃんだって思わない？ずるいとは思わないけど。ああ、そこの動きは右じゃないとは思うかな。でしょでしょ。主導権握りたいの？もっと頑張りたいの。みんなの役に立ちたい。セナらしいね。大丈夫じゃないかな。守りたい思いだっけ？ノアが言ってたの？うん、それがある限り順番回ってくるよ。本当？きっと大丈夫。さすがにここを登るのは。だがエーセルが言っていたのはこのルートで間違いない。ってことは進めってことだよね。おい、エルディ、今はどこだ？お、コロニーの外は。そんなのは分かってる。やばいぞ、執政官が探してる。分かった、うまく言っといて。おい、うまくって。登れそうな場所を探してみよう。俺はこっちを見てみる。じゃあ私はこっち。マジか。みんな下がれ。ウロボロス、覚悟！危ないですもん！ぺっちゃんこになるとこだったですもん！あ、ごめん。分かってくれればいいですもん。ねえ、君もウロボロス？違うですもん。マナナはマナナですもん。よかった、ノポンとは戦いたくなくて。あ、僕はルディ、よろしくね。うん、よろしくお猫。知っている場合か。うわっ、ふーらー。やー、すごいや。用があんのはこっちだろ。かかってこいよ。負けないからね。行くよ。뜬금없네。뭐야대체가。はは、関節パーツが焼け落ちてる。そこもベコベコだ。ねえ、もう一回。何をだよ。君たちの技だよ。こんな壊れ方初めてなんだ。今度はじっくり見ておかないと。見るまでもないもん。構造の爪が甘いもん。クドーリンが耐えきれなかったのが原因もん。そっか、クドーリン。軽量型を強襲型に改良したせいか。可変制御が甘かったってことは。けど短期がけに走行強化は必須だし、旋回力を維持した重量分散をさせるなら。うん、君の言う通りだ。見ただけでわかるなんてすごいや。ねえ、先輩って呼んでいい？ノア、
ところで君は。僕はルディ。コロニーサーティでレウニスを作ってる。君たちをやっつけたらキャッスルから物資がたくさんもらえるって聞いたんだけど、負けちゃったからもう敵じゃないよ。敵じゃないよじゃねえよ。何なんだよその軽さはよ。軽いかな。本当にコロニーサーティのメカニックなのか。確かあそこの軍務長の名前も。ああ、それ僕。マジで？そんな驚かなくても。コロニーサーティの軍務長といえばケベス1のメカニックという話だが。一番かはわからないけど、レウニスのことは大好きだよ。ルディ。あ、ユゼット、どうかした？どうかしたのはお前だろ、ブスカ。レウニスの信号が途絶えて今どうなってる？ちょっと壊しちゃったんだ。大丈夫、すぐ帰るね。一人で帰れる？え？その、どうやって帰るつもりなのかなって。あ、大丈夫。コロニーまでそんなに遠くないし。落ちてるパーツや資材でパパッとレウニスを作ればいいんだ。一人で集められる？あ、一人じゃ無理かも。なんとなくそんな気はしてた。はあ、ったくしょうがねえな。ほらさっさと必要なもん言え。手伝ってくれるの？なんかお前放っとくと危なっかしいっつうか。ありがとう大きい人。ランツだっての。ありがとうランツ。それじゃあ早速パーツがありそうな場所を瞳に送るね。이것도재미있는친구가하나생겼네 名前。그리고히어로퀘스트가생각보다많이나오네。これが良さそう。それにしてもこんなに壊れたレウニスが。戦いの後っていつもこう、はあ、悲しいよね。うん、悲しいしすっごく直したくなる。お前な。僕ね、前に怪我して体も心もポッキリ折れちゃったことあって、その時師匠に。師匠？ああ、ノポンの言い方ですごい人って意味なんだって。その師匠に言われたんだ。自分を味方につけろ、決して敵には回すなって。自分を味方に。うん、それからかな。壊れたレウニスを見るといろいろ思い出して、修理すれば動くんだ。この子たちにも自分を諦めてほしくない。優しいんだね。そんなんじゃないよ。メカニックはね、ちょっと壊れたくらいで諦めちゃダメなんだ。戦場に出るだけが戦いじゃないってね。そのガントレットは自分で作ったもの？これ師匠がくれたんだ。元気になったお祝い。気になる？もっと見たい？別に気にならないもん。照れなくてもいいのに。照れてないもん。とにかくルディはその師匠ってやつが好きなんだな。うん、すっごく厳しかったけど僕の何倍もすごいメカニックなんだよ。その師匠とリク、どっちがすごいですの？どうだろう。でも先輩の目は確かだって思う。
いろいろお話ししたいな。技術の安売りはしてないもん。そっか、楽しみ。リクの話聞いてるもん。ここは？露覚したパーツを一時的に置いてるところ。全部はコロニーに入らないからね。なるほど、ものによってはこうして再利用しているわけか。キャッスルの支給品だけじゃ間に合わなくって、こだわるメカニックが多いし、パイロットのみんなも注文つけてくるし、他のコロニーのレウニスだって修理しなくちゃいけないしね。お仕事いっぱいで大変そうですもん。そうでもないよ、楽しくやれてる。うちのノポンたちは腕がいいし、副官もしっかりしてるから。で、僕は何しようとしてたんだっけ。パーツを探しに来たんだろ。そうだった。本体のパーツは、あ、これとかいい感じ。ルディってなんか軍務長っぽくねっていうか、すごいメカニックなんだろうけど、副官は苦労してそうだね。あ、いた。あの子が持ってるパーツが欲しいんだ。どっちのことですの？ケベスの、あれ、あの脚部の傷、この前直した他のコロニーの。あ、ひどいですもん。ルディさん、そうか、僕のレイリスはいつもあんな風に。悪いけどよ、ボサッとしてる暇はなさそうだぜ。え、どうしたの？多分私たちが反逆者だから。まとめて標的にされたんだ。やるっきゃね。行くぞ。みんなありがとう。パーツも全部揃ったし、これでレウニスが作れるよ。ルディさん大丈夫ですも？元気ないですも？レウニスがあれば仲間を守れる。みんなが傷つかずに済むと思ってた。でも作って直したらそれでおしまいじゃないよね。あの子たちは命令されるまま戦って誰かを傷つける。そうさせているのは僕だ。一番みんなを傷つけているのは僕だったんだ。ルディがしてることはメカニックなら当たり前で普通のことも。でもそれが気に入らねってんだろ。なら新しく作りゃいい。戦うだけじゃなくてこう他もできるみたいなさ。戦うだけじゃない、戦わないレウニス。よくわかんねえけどさ、できないって決まったわけじゃないし、諦めたくないんだろ。そうだね、ランツの言う通りだよ。僕も命令されるままあの子を作ってちゃダメだ。ランツ、みんなありがとう。よし、すぐに完成させるからね。できた。すごいな、
こんな短時間で。けど、こんなちっちゃくて大丈夫なのか？うん、さすがに戦うのは無理だけど、ごく簡単な指示ならこなせるよ。今は僕を守るって機能だけを入れてある。それでいいと思うんだ、この子は。じゃあ、もう俺たちの手伝いは不要だな。そうだね、一人でも帰れるよ。おやおや、せっかく迎えに来て差し上げたというのに。死生官。ごきげんよう、ウロボロス諸君。安心なさい、あなた方に興味などありません。帰りが遅いと様子を見に来てみれば、最強のレウニスを作れと言ったでしょう。どれだけ時間を溶かすつもりです？あの憎きアグヌスどもめ、蹂躙したくてたまらない。あの子のことだけど、僕は何度も言っているように、ゲームは勝つためにやるものです。一度でも後手に回ってごらんなさい。蹂躙されるのは私たちなのですよ。けど、たくよ、お前はレウニスさえいじれてりゃいいんだろ。え、そう言ってたじゃねえか。口も絶えする暇があるなら、手を動かしていただきたいものです。でないと、コロニーにいるお友達がどうなっても知りませんよ。おい、てめえ、さっきから聞いてりゃ。わかった、帰るよ。ルディ。大丈夫、もう迷わないから。最強のレウニスって大丈夫かな。あまりいい予感はしないな。実戦に投入されるのは阻止したい。それもあるけど、さっきのルディの気持ちを考えたら。あいつ迷わないって言ったよな。最強のレウニスを完成させるんじゃねえ、むしろ一人で壊すつもりも。なんだ、どうして勝手に。ルディの後を追ってるもん、きっと守る指示に従ってるもん。ノア、俺たちも追いかけよう。遅れた分きっちり巻き返すのです。できなければ分かっていますね。ゲーム再開まであまり猶予はないですよ。このままだと君もたくさん誰かを傷つけちゃう。安心して、辛い思いはさせないから。次に会う時はもっとすごいレウニスにしてあげるね。そういうことでしたか。このガキよ。種に交われば赤くなるというやつですか。失望しましたよ。ふむ、想定の半分ほどの仕上がりですが、この際仕方ないでしょう。
何をするの？本来の役目を果たしてもらいます。が、その前に気をしなければねえ。君は何です？このガラクタはどきなさい。やめて。もういい。もういいよ。そんな風に守って欲しかったんじゃないんだ。うっとうしい。ランツ、どうして？礼ならあいつに言え。ここまで案内してくれたんだよ。道具不明が勝負になるよ。やめて。やめろ。私の命令に逆らう道具はゴミ、すべからく廃棄です。ゴミじゃない。レウニスはいつも僕の大事なものを守ってくれた。弱くて小さな僕にもできることがあるって教えてくれた。だからメカニックになったんだ。悲しいことのためじゃない。道具の感情などどうでもいい。反抗するならまとめて廃棄だ。やれるもんならやってみやがれ。今なら本当に많이크시네。役立たずか。もういい。道具になど頼らずとも私が。ごめんね。何もできなかった。そうでもねえだろ。少なくともこいつはお前の望んだ生き方ができてたんじゃないか。そうだといいな。助けてくれてありがとう。今度はもっと頑丈な体にするからね、メカトモ。メカトモ？名前だよ。必要でしょ。戦うための道具じゃなくて仲間で友達なんだから。みんなも本当にありがとう。これからはレウニスの修理だけじゃなくて本当の意味でみんなを守れるように僕にできることを頑張るよ。あ、けどそれだとみんなの命の火が。そのことだけど、コロニー30の命の火時計を壊さないか。コロニーのみんなはもちろん、レウニスたちも戦いから解放できる。そんなことできるの？ああ、全部がうまくいくことばかりじゃないだろうけど。そんなの今までだって同じだよ。今度はレウニスじゃなくて明日を作るってだけだから、ぜひお願い。
よし、行くぞ。잘게먹어아니근데집적은건아까그대로죽은거야그냥 되게허무하네大丈夫か？待って、動かないで。貴重な素材が落ちてるかも。落ちてねっての。気分はどうだ？やっぱ落ち着かねえか。やっぱってことはランツは落ち着かなかったんだ。そうは言ってねえ。大丈夫だよ。確かに視界は変わったけど、迷わないって言ったでしょ。だな。うん。ねえ、よかったら僕にもみんなのやりたいことを手伝わせて。何かお礼がしたいんだ。もう本気で言ってるもん。本気の本気もですもん。心強いよ。ありがとう。頼りにしてるね任せてよ。